ランドローバー 300TD エンジンは、ランドローバーの直列4気筒ディーゼルエンジンであり、ランドローバー 200TD エンジンの後継である。1994年から2006年まで生産された。ディスカバリーシリーズ I に搭載された 300TD。200TD と違い、300TD はすべてのランドローバー車に搭載された。200TD エンジンは、技術的にも、 商業的にも成功であったが、一定の制限や欠陥を修正する必要があった。多くの違いはあるものの、200 t d エンジンは、古いターボディーゼルエンジンの直噴バージョンでしかなかった。また、特にディスカバリーや、レンジローバーに搭載するには想像しく洗練されて、いなかった。スペシャルバージョンの200 t d がディフェンダー用に、生産されたが、初期モデルでは、ボアの摩耗の問題があり、 またヘッドガスケットの問題も認識されていた。イギリス軍は無線機のための 24V オルタネーターが搭載できないために 100TD を導入せず、古い 2.5L 自然吸気、ディーゼルエンジンを購入し続けた。今後の欧州ディーゼル排出ガス規制に対応するためには、ランドローバーはいずれにしても根本的にエンジンを変更しなければならなかった。 その結果、開発プロジェクトにより、300TD エンジンが開発された。外観は、ディスカバリーや、レンジローバーに搭載された 200TD に非常に似ているが、208カ所の変更が加えられた。シリンダーブロックや、シリンダーヘッド、燃料噴射装置のほか、クランクシャフトやピストン、コンロットが大幅に変更された。外観上の明白な違いはノイズを軽減するために、 エンジンにカバーが付けられたことと、補機を駆動するための複数の V ベルトを1本のサーペンタインベルトに変更したことであった。排出ガス規制のため排気再循環システムも搭載された。すべてのランドローバー車に変更なしで搭載できるように設計されたため、ディフェンダーのエンジンとディスカバリー、レンジローバーのエンジンは同一のものとなった。 300td は 200td よりスムースかつ静かであったが、実用燃費は良くないことが分かった。ユーロ1排出ガス規制は、ランドローバーの予想よりも厳しいものではなかったため、300td はユーロ3導入まで生き残ることができた。オートマチックトランスミッション車に搭載されるときは、トランスミッションによるロスに対応するため、最大出力は 91kW までアップされた。このエンジンには、 ボッシュ EDC システムが搭載され、機械式インジェクターは電子スロットルによってドライブバイワイヤーによりコントロールされる。1998年、300TD は5気筒の TD5 エンジンに置き換えられ、1957年から続くランドローバーの4気筒エンジンの系統は終焉となった。TD5 は大まかには L シリーズディーゼルエンジンをベースにしていた。 300td のブラジルでの生産は継続され、イギリスやヨーロッパ以外の国でエンジンの選択肢として残された。2000年のフォードによるランドローバーの買収により、300td はフォードブラジルのピックアップトラックでも使われるようになった。ワールドワイドの排出ガス規制の広がりと売り上げの落ち込みにより、2006年に 300td の生産は終了した。 2.8リッターに変更されたバージョンは、ブラジルのインターナショナルエンジンズにより生産し続けられており、ランドローバーのアフターマーケットパーツとしても利用可能である。レイアウト、直列4気筒ブロック、ヘッド、鋳造鉄、アルミニウム合金バルブ、オフ、ベルトドライブカムシャフト、プッシュロット排気量、2495cc ボア X ストローク、 90.47mmX97mm、mm、圧縮比。19。1燃料噴射装置。ボッシュ V ロータリーポンプボッシュにステージインジェクター。下級機。アライドシグナル T25 ターボチャージャー最高出力。83kW 4250rpm 91kW 4250rpm 最大トルク。264nm。 1800rpm 285nm 1800rpm 販売期間1994年から2006年搭載車種ランドローバーディフェンダーランドローバーディスカバリーランドローバーレンジローバーフォードブラジルのピックアップトラックエンジン形式15リットル軍用エンジン 24V16 リットルディフェンダー17リットル EDC マニュアルトランスミッションのディスカバリー レンジローバー18リットルディートックストマニュアルトランスミッションのディスカバリーレンジローバー19リットル EDC オートマチックトランスミッションのディスカバリーレンジローバー20リットルディートックストオートマチックトランスミッションのディスカバリーレンジローバー21リットル EGR マニュアルトランスミッションのディスカバリーレンジローバー22リットル EGR オートマチックトランスミッションのディスカバリー ヘレンジローバー23リットル、電気式 GR ブラジル製、後期のディフェンダーハットダイマック、2006、P134 ロブソン、2003、P106 ホッター、2000、P114、十2 7ハット AB ダイマック、2006、P142 ロブソン、2003、P107、カバーズナンバーネーチャーオブデザインチェンジズハット、ホッター、2000、P128 ダイマック、 2006P172 テーラー、2007ハットロブソン、2003P98 ダイマック、2006P140。ありがとうございます。